メローリンクアリティは OVA 気候良平メローリンクの登場人物の一人。本作品の主人公で復讐の鬼と化し、生身でアーマードトルーパーと戦う気候良平である。ドッグマン隊員に伝えろ、地獄の底から挨拶に来たとな。メローリンクアリティの活躍。物語初登場は第1話ウィルダネスより。ギルガメスとバララント両国家による戦争、100年戦争の終結間近、惑星ミオイテの最前線プランバンドール気候大隊内の一部隊であったシュエップス小隊の中にメローリンクアリティはいた。当時シュエップス小隊はバララントの激戦地の中で大隊を撤収させるための撤退作戦に参加。その際にメローリンクの所属するシュエップス小隊は気候良平として戦うことを強いられた。ちなみに気候良平とは生身で AT と戦うことを強いられた兵士のことで、良平とも略される。基本的には AT を失った者や何らかの理由で懲罰を受けた者などがこの待遇へと落とされた。時には友軍の死体をトラップに使うなど、生き残るためには何でも行う様から、その存在は戦場のヒルと呼ばれ蔑まれていたという。シュエップス小隊は時間稼ぎのための生贄となり、気候良平として生身のままバララント軍の機械化師団と交戦。メローリンクを残してその他の隊員は全員この作戦によって戦死することとなった。メローリンクはそんな仲間たちの最後を公式記録に残すために必死の思いで帰還する。しかしそこで待ち受けていたものは敵前逃亡及びジジリウム強奪という身に覚えのない罪に対しての軍事裁判であった。裁判長閣下、被告人メローリンクアリティ伍長は司令部の作戦に不満を持ち、気候良平への正体再編を恨んでの敵前逃亡を合わせて軍の重要物資強奪の事実、これは明白であります。嘘だ、デタラメだ、殺してやる、殺してやる。裁判中メローリンクはこの一連の事柄が周到に仕組まれた陰謀であったことに気づく。つまり軍の上層部の何者かがジジリウムを横領するためにシュエップス小隊に罪を着せ、その後全滅ということにしたということである。さらに確実に全滅させるためにタイから AT を奪い気候良平としたのだ。これが劇中で言われるプランバンドールスキャンダルの全容である。この裁判に何の意味もないと悟ったメローリンクは仲間たちのドッグタグと自身の対 AT ライフルを奪って逃走。以後は仲間の名誉を守るために自分たちシュエップス小隊を陥れた関係者へと復讐するための行動を開始した。手始めに惑星ミオイテのザキ基地へと侵入した際にメルキア方面軍の情報将校キーク・キャラダインと出会う。その後は次々とターゲットを抹殺していき、プランバンドールスキャンダルの黒幕と思われるオスカー・フォン・ヘルメシオンにたどり着いた。しかしヘルメシオンの言葉により彼もまたギルガメス軍上層部の巨大な計画の駒の一つに過ぎなかったことが判明する。そして自らの責任は上官であるディーテル・ロイル・バッテンタイン中将の指示によるものだったと明かすも、その場にいたキークによって殺されてしまった。実はキークはバッテンタイン中将直属の死神と呼ばれる暗殺者で、メローリンクを利用してスキャンダルの証拠である関係者たちを処分していたのであった。最後はコーザシティ基地で用済みになったメローリンクを始末しようと考えるキークとの決戦へと向かう。落とし前はつける。落とし前、今までのことが自己満足だというのならそれもいいさ。俺はその自己満足にとことんかけてやる。終始圧倒されながらも最後はなんとか勝利することができた。戦いの後メローリンクは共に戦ってきた対 AT ライフルを置いてどこかへと立ち去っていくのであった。復讐の対象として殺された人物たち、
一人目の標的、ドックマン。第一は、ウィルダネスに登場。元、プランバンドール機構大隊所属の大尉で、劇中では、惑星ミオイテの辺境にあるザキ基地の司令官を務めていた。自ら専用のスコープドッグで出撃し、メローリンクと対峙。しかしメローリンクの地の利を生かした作戦に翻弄され、パイルバンカーの一撃で死亡した。二人目の標的、ギャルビン・フォックス。第二は、コロシアムに登場。元、プランバンドール機構大隊所属の中尉で、港町タビングでは、バトリングのスター選手、メルキアの銀狐として名を馳せていた。メローリンクに人間 VS-AT の変則バトルを仕掛けられる。銀色の専用機フォックススペシャルでメローリンクを掴んで握りつぶそうとするものの、メローリンクが対策を施していたため通用せず、最後はパイルバンカーの一撃を浴びて死亡した。3人目の標的、スヌーク。第3はジャングルに登場。元、プランバンドール機構大隊所属の軍曹で、現在は偽名を使い、クメン地方の一大操演手として君臨していた。紫色に塗装したスタンディングトータスに登場して戦うも、メローリンクの術中にはまって敗北、死亡した。4人目の標的、ゴルフィー。第4は、リーニングタワーに登場。元、プランバンドール機構大隊所属の軍曹で、メローリンクにとってはゲリラ戦の教官であった人物。メローリンクの復讐行を知り、逆に先手を取って、メローリンクを抹殺しようと企む。メローリンクの意表をついた攻撃で致命傷を受け、メローリンクを道連れにしようとするも失敗し、死亡した。5人目の標的、バンス。第6は、プリズンに登場。元、プランバンドール機構大隊の少佐で、孤島に立つ、ドッパー軍刑務所の所長。ボート鎮圧用 AT である、ライアットドッグで出動し、メローリンクと戦う。満潮によって、AT の足を取られて思うように戦えなくなったところ、メローリンクの接近を許してしまい、パイルバンカーの一撃を受けて、上記ともども海の藻くずと化した。6人目の標的、ガナード。第7は、レールウェイに登場。元、プランバンドール機構大隊所属の少尉で、バンディットと呼ばれる山賊のリーダーを務める人物。メローリンクの乗る、大陸横断鉄道の貨物物資である、ジジリウムを狙い襲撃してくる。赤いスコープドッグを操るも、メローリンクとの生身での戦いに敗れて死亡。息を引き取る寸前に、メローリンクに、自分たちの背後に黒幕が存在することを示唆した。7人目の標的、ヌメリコフ。第9は、フォレストに登場。階級は大尉で、メローリンクの復讐のきっかけとなった軍事法廷で、検事を務めた人物。現在は、プランバンドール機構大隊の作戦参謀であった、オスカー・フォン・ヘルメシオンの下で働く、腰巾着のような存在である。ガトリングガンを装備した、ライトスコープドッグに搭乗してメローリンクを殺害しようとするも、パイルバンカーの一撃を食らい、そこから、ポリマーリンゲル液によって引火した炎が入り込んで焼死した。メローリンクはこれだけの敵を生身で撃破していったのだが、当然簡単なことではなく、幾度も命を落としかけている。そんな中、命を懸けたギリギリの戦いを何度もくぐり抜けた様を見ると、メローリンクの能力や強運によるものではなく、彼ももしかすると異能生存体では、と思わずにはいられないほどであった。メローリンクアリティの人物像。OVA、機甲両兵メローリンクの主人公で、シュエップス小隊の唯一の生き残り。登場当初の年齢は17歳だが、物語自体が約2年間にわたる話であるため、物語終盤では18歳、もしくは19歳になっていると思われる。
ちなみに本作でのドッグマンの殺害がアストラギウス歴7213年9月、装甲騎兵ボトムズ本編の小惑星リドの襲撃がその約4ヶ月前である。さらには装甲騎兵ボトムズ本編も約2年間での出来事のため、本作は装甲騎兵ボトムズ本編のキリコ QB の物語とほぼ同時期の出来事だと思われる。劇中では飲酒しているシーンも見られるため、全く酒が飲めずにフィアナに笑われていたキリコとは違う模様。ちなみに未成年ではあるが、アストラギウスの法律は不明のため、そこは突っ込むべきところではないと言っておこう。血液型は認識表によると B 型で、性格はどちらかというとおとなしいが無口というわけではない。身長は不明であるが、対 AT ライフルとほぼ同じであるところを見ると、おそらく180センチ台ではないかと思われる。元第18メルキア方面軍プランバンドール大隊第8中隊シュエップス小隊所属で、当時の階級は5長。元は AT 乗りであったが、懲罰の名のもとに機甲僚兵へと格下げされている。聞け、そのままでいい。ただいまより貴様たちは装甲騎兵としての任を解かれ、新たに機甲僚兵として再編成されることになった。直ちに表で兵装の交換を行え。小隊長のシュエップスにはその真面目な性格から可愛がられていたようで、メローリンクもまたシュエップスを慕っていた。劇中では復讐の鬼と化すものの、プランバンドールスキャンダル以前は軍務に忠実であったところもうかがえる。兵士としての身体能力はすこぶる高く、重さ30キロ以上の対 AT ライフルを片手で取り回す強靭な肉体を持つ。判断力にも優れ、血の利と想像力を生かしたゲリラ戦を得意とし、アクシデントに対しても臨機応変に対応できる即断力も持ち合わせている。過酷な戦場においても決して弱音を吐かない、精神的にも強いといった完璧な兵士である。ただし10代の若者らしくうぶな面もあり、女性のセクシーな仕草に戸惑ってしまうという場面も。また常に戦闘の中に身を置いてきたため、高級ワインを見て火炎瓶に利用できると考えたり、防衛のために他人が所有している城を簡単にこの城をくれと言い放ったりと、一般人との感覚には大きなズレがある模様。復讐の際には仲間のドッグタグをその対象へと渡すことを信条とした。さらにとどめを刺す前に、復讐の対象への意思表示として自身の顔に横縞のペイントを行う姿が印象的であった。スヌーク少佐、死んだ仲間のところへ今送ってやる。ドッグマンを狙ってザキ基地へと侵入した際にルルシー・ラモンという女性と出会い、その後もたびたび顔を合わせるうちに心を通わせるようになっていった。物語後の2人の関係については不明である。メローリンクアリティの装備。ここではメローリンクが劇中で使用した装備のいくつかを紹介させていただく。対 AT ライフル。メローリンクが対 AT 戦で使用したメイン武器。機甲僚兵の標準的な武装で、重心の下部にパイルバンカーと呼ばれる特殊合金製の槍を射出するユニットを装着しているのが特徴。型式番号は HSS80 で、パイルバンカーカスタムの名称で知られる。使用する弾丸は口径17mm、全長 160mm の鉄鋼弾で、装弾数は3発。照準器が捉えた情報は専用のゴーグルを通して車種の網膜に投影される仕組みだが、ゴーグルとの接続部を外すことで目視による照準を行うことも可能。ちなみにこのゴーグルはスコープドッグ等の AT に乗る際に装着するゴーグルと同等のものである。有効射程距離は60メートルで、25ミリの普通光を貫通できる威力を持つ。パイルバンカーは全長454ミリで、液体火薬の爆発力で射出するため、AT の装甲を簡単に貫ける。
射出時の反動は無反動方式に後部から噴出する発射ガスで相殺される仕組みとなっている。対 AT 地雷、機甲両兵が対 AT ライフルと並んで使用することが多い武器。円盤型の中央に安全ピンがついている地雷である。基本的には地中に埋めたり、木々や建造物の柱にくくりつけてトラップとして使用する。直接反応、音響、振動反応、タイマー型などの用途に応じた種類がある。そのため様々な使い方ができ、防衛戦としたり、わざと爆発させずに AT が地雷に近づいた時に直接銃で撃って爆発させたりなど。 AT への直接攻撃はもちろん、一部を破壊もしくは体勢を崩させて精神的な揺さぶりをかけるといった心理的効果も与えることが可能。その他にも煙幕弾や火炎瓶、次元式爆弾などの様々な武器を使って敵を追い詰めた。軍用バイク、メローリンクが移動の際に使用する速射のついたバイク。ギルガメス軍内では連絡や偵察などに使用される。相当古い車種のようで、劇中でラジエーターが焼き付いて行動不能となって放棄される際に、もう寿命らしいなとメローリンクが発言している。ちなみに第8話でも似たようなデザインの軍用バイクが登場し、メローリンクが強奪、ルルシーと共に逃走するのに使用した。お前もどうやらこいつと同様に静かに休める時が来たようだな。だが俺は行かなくっちゃならない。まだやらなくてはならないことが残っているんだ。以上がメローリンクアリティという人物の詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。